今回はキャノンの SX740HS で日の出朝日夕日の撮影方法を分かりやすく解説していきたいと思います。朝日夕日を撮影したいけどうまく撮れなかったという方もいるかと思います。初めて夕日の撮影をする、カメラの設定がよくわからない、まだカメラに慣れていないなど、朝日夕日を撮影したけどうまく撮れなかったという方もいるかと思います。しかしあるポイントを押さえるだけで簡単に綺麗に撮影することができます。ここで今回は初心者でも日の出夕日を綺麗に撮影する方法を分かりやすく解説していきたいと思います。まず三脚があると安定した撮影することができます。シャッタースピードを遅くして撮影するのでブレが発生します。しかし三脚を使えばブレなく綺麗に撮影をすることができます。高い三脚もありますが、安くて数千円で購入できる三脚も Amazon などで売っています。日の出夕日の撮影以外にも使えますので、ぜひ用意してもらえればなというふうに思います。もし安い三脚が気になるっていう方は、 3,4 千円で購入できる Amazon に売っているコスパのいい三脚を概要欄に貼っておきますので、気になるという方はご覧ください。次に構図を決めるということです。日の出夕日をどれぐらいのサイズで撮影したいのかっていうことを先に決めておくと、スムーズに撮影をすることができます。インスタグラムなど自分のお好みの構図を決めておくといいかと思います。パターンとしては、全体的に撮影をする場合や日の出夕日を大きく撮影する場合など、いろいろ撮り方があるかと思います。そのような感じで事前に構図を決めておくことで、より綺麗に撮れるかと思います。それでは設定の方法を解説していきたいと思います。今回は簡単な絞り優先モードでの撮影方法を説明したいと思います。絞り優先モードとは、背景をぼかしたりくっきり撮影したりなど調節することができます。明るさなどの設定は自動で行ってくれるというモードになります。まずはこちらの上のモードダイヤルを AV にしてください。 F 値を 6.3 から11ぐらいに設定をします。F 値 6.3 から11に設定することで、全体的にくっきりとした撮影をすることができます。まずはここの十字キーを上に押すと、このような感じでオレンジ色のダイヤルのアイコンが今移動しているのがわかるかと思います。十字キーの上を押すと移動するので、 F って書いた方に選択をしてください。そしてダイヤルを回すと変更することができますので、7.1 ぐらいに設定をしました。 ISO を設定します。で、 ISO をオートに設定します。このことでエクセスの明るさに持ってきてくれるんですが、あとはこれで暗いとか明るいっていう場合がありますので、ここは十字キーの露出補正で明るさを設定してください。十字キーを回すことで明るさを設定することができます。次にホワイトバランスを変更するということです。あえて色味を暖色系にすることで雰囲気のある設定にすることができます。色味を変更する方法は他にもあるんですが、今回は手動で設定する方法を説明していきたいと思います。この色温度とは、色と温度の関係を数値で表したものになります。セットっていうボタンを押してください。そうするとここですね、ここを選ぶことができますので、曇りにすることでちょっとオレンジっぽくなっているのがお分かりいただけるかと思います。より雰囲気のある表現をすることができます。これで設定は完了なんですが、もう一つおまけとして、シルエットを強調して撮影する方法。被写体をシルエットにすると、日の出夕日の相性はよく印象的な写真になり、全く違うイメージの写真を撮ることができます。この設定の方法は、また十字キーの上を押して露出補正をマイナスにすることで、シルエットを暗くすることができます。以上が夕日を撮影する方法になります。ぜひ他の設定も説明していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。